ちゃんから泉ちゃんに指令です。泉ちゃんのいつも笑顔でいれる秘訣は？無駄にフランシスコなところです。あやさんからさきちゃんに指令です。苦手な料理は何ですか？魚介類の下処理です。それではいきます。 KBC ラジオベロキュー。こんばんは、アーミンこと姫崎亜美です。福岡市中央区長浜1丁目にあります KBC ラジオからお送りしていますベロ Q。 木曜日はリンクのアーミンとその仲間たちのキューティーでレディーな日5分でお送りします。そして今週一緒にベロ Q をお送りする仲間は？こんばんは、リンクの福原泉です。こんばんは、リンクの木村咲です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。泉ちゃんは今週初登場です。どうですか、泉ちゃん。ベロ Q はすごい楽しみだったんですよ。ずっと、ずっと出たかったんで、楽しみです。楽しみ。緊張してない？あんまりしてない。あんまりしてない。およかった。ちょっと安心感を持たれて。そこもブラス思考な感じですか？ブラス思考な感じですよ。そうそう、最初そう、指令でね、ちょっとね、神気味だったから、緊張してるのかなって。突っ込もうかなって思ったけど、先に進んでしまった。いや、でも、初登場で、もう可愛らしい泉ちゃんで、可愛らしい。いてください。頑張ります。頑張ります。で、さきちゃん。はい。苦手な料理は？そう。ちょっともう一回言ってもらってもいいです。魚介類の下処理です。下処理とは？そうでしょ。下処理。そうでしょ。あれだから、あれでしょ。うん、いや、ちょ、あのね、うん、アーミンが想像したのは、あれ、頭を切ったりとか、うん、あー、ま、あの、鱗を、あの、ガジガジガジってして、食べれる状態にする。それもあるんですけど、洗ったりとか。そうです、そうです。それもあるし、なんか、エビとかの、何、殻とかを剥いて、うんうん、その、下味をつけるとか。下味、うん、アーミンさん、絶対料理できないでしょ。絶対できないでしょ。そんなことないって。下味って何？だからなんか醤油とかに浸しておいて。醤油とかなんで浸さなきゃいけないんですか、じゃあ。あらかじめ味を染み込ませておくんですよ。え、エビの味がし、何？え？次に進んでもらっていい？いや、ちょっと待って。アミさん、あれでしょ、もうカップラーメンとかしか作らない人ですか？まあ、いい、そうなんですけど。絶対料理できない。じゃあ、エビの料理とかって、あれ全部下味がついてるの？はい、大体そうですね。そうだったんだ。なんかエビチリとか。じゃあ自分がエビの味って思ってたら、エビの味じゃないんだ。エビの味もありますよ、そら。全然わからないですよ。もう助けてじゃあ今日は、アービーとさきちゃんと泉ちゃんの3人で楽しくお送りしていきましょう。はい。はい。ベロ Q では皆さんのフリーメッセージをお待ちしています。宛先は E メールは全部小文字で veq@kbc.co.jp。ファックス番号は 092-722-4242 です。ではまず一曲聴いていただきましょう。レジオネームロッキーさんからのリクエストです。リンクで気持ち。私騙されてたんだ、今まで。違います。いや、でも私もそれ聞いて思いました。大体つけるよ、なんか魚とかも全部つけとって。そうだよ、じゃあ元はもっとまずいんだね。違いますよ。元はなんか刺身とかはそのままじゃないですか。あー、そっか、刺身とかにつけてないです。そのなんか炒めるやつに。いや、味の違いが分からん。え、でも刺身とえ、だってさ、もう味つけられた魚にさらに私は醤油つけて食べてるよ。いや、まあでもそれは好みで。あ、そうなんだ。下味はだからそうです。うわ、じゃあお刺身が本当の味なんですか？まあそうやね、お刺身はもう何も、ね、そうそう、さばいてみたいな。確かお刺身のエビって色から違うもんね。そう、茹でたら赤くなるから。あ、そっか。すごいね。そうですよ、結構、まあ、生はね。うわ、騙されてた今まで。天ぷらとかもそうですよ。エビ好きだったよ昔。小さい頃の好物はエビだった。今は嫌いなんですか？いや、今ちょっと、私もエビ好き。小さい頃好きだったのが多分騙されてる。お送りした曲は、リンクで気持ちでした。福岡市中央区長浜1丁目にあります。KBC ラジオからお送りしていますベロ Q。 では早速いただいているメッセージをご紹介しましょう。はい。ラジオネームあきさん、こんにちは。
こんにちは。リンクの曲を学校とかでよく聴いているので頑張ってください。ありがとうございます。ありがとうございます。質問なんですが、リンクに入って良かったと思うことってどんなことですか？っていうメッセージいただきました。ありがとうございます。リンクに入って良かったって思うこと。良かったこと。ちょうど、このベロ Q の今日のメンバーって、1期生と、そうですね。2期生と、4期生。4期生。みんなバラ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 。じゃあちょっと入ってよかったこと、なんかさきちゃんどう思う？私、あれですね、なんかコンプレックスが売りに変わったっていうか、私結構木村さきはちょっと筋肉がちょっと多めなんですよ。そうね。結構それはやっぱ女の子とちょっと気にしてったっていうか嫌だったんですけど、今それでやっぱいじってもらえてて、筋肉キャラですね。なんかすごい覚えやすいって言ってもらえるから、確かに確かに。え？アイドルなのにムキムキみたいな感じだから、それが結構覚えてもらえるのに使えてるから、ちょっと好きになりましたね。逆に、こう、アイドルさんの中でも個性がついてるよね、それで。そうですね。筋肉がついてることによって、筋肉イコール木紫みたいな、そう。リンクでのキャラが。なるほどね。それちょっと好きになりました。確かに。いや、アミンも、なんかこういう自分の声とかも、あんまり好きじゃなくて。で、なんか、この身長が低いこととか、結構自分の容姿もあんまりなんか好きではなかったけども、このリンクに入ってやっぱりそこすごい活かされてる。ベロ級でも、なんか聞き取りやすいって言ってもらえたりとか、そこすごい確かに活かされてる。そうですよね、なんか。いつもちょっと噛んでばかりです。それは大丈夫。大丈夫です。確かに。あと、なんか、ファンの人とコミュニケーションを取ることが、多いじゃないですか、リンク。そうだね。物販の時間とかで、はい、そこで、こう、会話をすることによって、はい、すごく、アーミーはすごい人見知り激しかったんですけど。全然見えないんですよ。本当？そう、はい、ね。いや、その、物販のおかげで結構人見知りが分かる。分かる、分かる、分かる、分かりますか。うん。すごい。確かに。そう、もう一番初めての、もう2年前のあの、物販とかは、もう、あ、ありがとうございます。そう！なんか、緊張して、なんか話せんかもって、あの、物販以外のところで思った時も、あ、これ物販だってちょっと、心の中で分かる、分かる。話したりしたら、結構。ファンの人だみたいな。外にいても周りの方はみんなファンなんだと。話せるんですよ。それもちょっと違いません。じゃあ、ゆずみちゃんも、じゃあプラスになった部分は、まさにですね、人見知りがなくなったんで。人見知りだったんだね。はい。ゆずみちゃんはすごい最初からずっと、ありがとうございますみたいな、ずっと笑顔だったから。ゆずみちゃん、うん。本当になんか、初めての時からこう、ふわふわしてるイメージ。あ、どうも。そう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 。ありがとう。最初はそんな感じです。最初はそんな感じです。それ人見知りしてるゆずみちゃん？はい、人見知りしてる。あ、なるほどね。そうなんだ。なるほど。じゃあもう慣れるとふわふわじゃなくなる。なんて言うんでしょうね、なんか。ふわふわのちょっと慣れなんですね。結構、おとなしそうに見られるんですけど、全然おとなしくないんです、本当は。ああ。結構。最初の方、それで糸巻さんに、え、じゃあ猫かぶってんのって言われて。ちょっと、ちょっと、伊藤ちゃんが。違います、そんなことありません。まんまだからってそんなこと言わないで、伊藤ちゃん。そんなことありません。でもリンク入ってね、たくさん。プラスになったことはあるね。はい。あきさんメッセージありがとうございました。ありがとうございました。続いて、ラジオネーム、こなかさん。はい。アーミン、イズミーヌ、サキちゃん、こんばんは。こんばんは。イズミーヌがベロ級出るってことで、初めてメール送ってみました。ありがとうございます。リンクで体育祭とかしたら楽しそうだと思いません？うん、メンバーの中で足が速いのって誰なんですか？一度本気で競ってもらいたいですってメッセージいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。体育祭したいです。したい。したい。楽しそう。いや、もう、さきちゃんとか大活躍ですよ。私、あれですね、短距離が結構得意で、ちなみに6年間帰宅部なんですけど、陸上部の人差し置いてリレー選手でした。すごい。でしょ？すごい。もう、アミンとは別次元だね。なんか、リンクの中で、足速いっていうのは、夏さんとか。わかるですよね。わかるわかる。そうそう。でも、絶対速い。うん。でも、絶対速い。あくるみさんとかも結構、スポーツ得意だから。高身長でね、スカイツリーっていうか。スカイツリー。で、逆に、苦手って言ったら、まあ、スリートップって言ったら、アーミンと、ちょっと、リカコさんと、セイさん。あーでしょ。いや、リカコさんもわかる。そうなんですよ。アーミンもわからんでもない。アーミンさん何だったらできるんですか？え、何だったら私、体育祭で、でも、応援。あー、それすごい。スポーツじゃないですからね、それは。
違うんですよ。違うんですよ。場をいかに盛り上げるかはすごい長けてると思う。それは、いかに、こう自分のチームの、こう、最後の、こう、リレーでさ、最後ゴールする、それを、頑張れって応援する能力はすごい長けてる。スポーツじゃないですよ、でもそれ。体育祭外のことを、もう長年磨き上げてきたからね。いかにそこでみんなと溶け込むか。溶け込むかそこなんですね。そうじゃなくて。種目では、うん、私、もう、どれを頑張ったら多分、足を引っ張ってしまうから。そんなことない。そんなことないはず。そんなこと。だからもう、せめてもの応援という。はい、そうです。そうです。でも、泉ちゃんも足速そう。いや、うん、私は、あの、うん、去年の体育祭で、うんうんうん、なぜか100メートルの選手に選ばれちゃったんですよ。早いよ。いや、なんですけど、うんうん、走ってたらなんか、応援のスタンドから笑いが起きました。うん、え、なんで？え、遅そうみたいな。ああ、そういうことね。そうなんです。なんか、遅いってみんな分かってるのに、うん、多分なんか面白がってか分かんないんですけど、選ばれたんですよ。うん、いじられキャラだね。そうなんですよ。それで、なんかめっちゃスタンドから笑いが起きて、足速いけど、ちょっと走り方がおかしいとかじゃない？それも言われます。それも言われます。右手が回ってるらしいです。ああ、そうなんです。分かる。いや、可愛い。もあ、仲間じゃない？仲間なんですか？ちょっとベロ級で発覚した。応援、いや、多分違うと思う。違う。違う違う、応援。じゃあ、二人で走り方、じゃ練習しましょう。やりたいですね、メッセージありがとうございました。やりたいね。やりたい。じゃ続いて、はい、ラジオネーム、ケンジさん。アーミー、サキちゃん、イズミーヌ、こんばんは。こんばんは。毎週楽しく聞いています。イズミーヌ初ベロキュー出演おめでとうございます。ありがとうございます。3人のリンクの楽曲の中で好きな歌を教えてください。これからも応援しているので頑張ってくださいってメッセージいただきました。ありがとうございます。リンクの楽曲の中で好きな歌。はい、チャイムが終わればですかね。うん、チャイム、うん。なんか最初から聞いた時から、うん、もう、うん、あ、この曲は好きって思って。なんで？なんですかね、うん、振りも好きだし、なんか、アゲアゲの曲は結構好きだから、なんか、もう、あと、落ちサビの、何ですか、ナクカとマナミのソロのところが、ね、ね、ソロのもう、キュンって。そう、歌うな、みたいなね。ああ、なるほどですね。メンバーがこう、輝ける、そうですよ。そのソロがあるっていうのはすごく、うん、と、ももちゃんがね、最後、うん、起きるのみたいな。ああ、起きちゃうの、寝たのみたいなテンションになりません？確かにね。タイムは、物語性がある。そうです、そうです。のはあるかも。それが結構好きですね。うん。イズミーヌちゃんは。私はチクタクが好きなんですよね。チクタク。わかチクタク。やった。え、それは、どうしてですか？いや、もう、可愛すぎますよ、歌詞が。かわいい。衣装も好きなんですよね。うん。衣装もね。だって、私たちで作ったね。そう、あの、あやさんと、うん、あと、ゆじなるみさんが、あの、裁縫が得意なので、それで、あの、元のこう衣装を、こう、メンバーのサイズに合わせて詰めてくれて、全部。うん、詰めてくれた中で、またさらに、あの、シール、なんかアイロンでさ、くっつくシールを使って、こう、時計の柄、デザインとか、数字とかをこう、自分でつけてアイロンで。一つ一つ違いますもんね、あれ、ちょっとデザインが。そうなんですよ。で、私、アーミーの衣装とかも、なんか2番が好きだから2って入れたり、実は、こう、なんか違う子の衣装になると、誕生日の数字入れてたりとか、そう、伊藤ちゃん。違う。今まで最悪。そう、伊藤ちゃんは110で伊藤みたいな。そう。実は、衣装をよーく見たら、メンバーによって、そうですよ。誕生日とか生年月日が入ってるの。豆知識。豆知識。きっとじゃあ、この、ベロ級で知った人も、ぜひね、ちょっと今度衣装に注目していただきたいですね。ですね、好きな曲の話が衣装でも、アーミーも、でもやっぱりチクタクが。おー、チクタク票多い。唯一、まあ、曲も好きなんですけど、こう、フォーメーション、うん、立ち位置が、私いつもセンターをやらせていただいてて、結構最初の曲が始まる前の、なんか、前奏、うんで、魔法をかけるっていうシーンがあって、そこの魔法のかけ方がすごく上手だねっていうので、そう、それめっちゃ可愛いです。いただいて、そこから好きになれました。あ、私そこの、あの、アミさんのお尻の、あれですよね、支持率が高いですよね。そう、もうね、そうなる。そうなんですよ。ステージをこう見に行かないとわからないんですけど、なんか私のアミのなんかお尻の動きが不思議らしくて、そう
可愛いんですよ。いや、もう。可愛いんですよ。そこちょっと注目してください。メンバーのね、講師自立ですからね、これは。まあ、リンクの曲も、まあ、たくさん、20曲以上かな。そうですね、結構あります、ね。めっちゃあるんで、ぜひぜひたくさん聴いてください。はい。ケニさん、メッセージありがとうございました。ありがとうございます。他にもちょっと時間になってしまったのですが、メッセージいただいたので、ちょっとラジオネームだけご紹介します。あやすけさんとみどりさんと他にも、たくさんの方からメッセージいただきました。ありがとうございました。ありがとうございます。福岡市中央区長浜1丁目にあります KBC ラジオからお送りしていますベロ Q。 木曜日はリンクのアーミンとその仲間たちのキューティーでレディな25分でお送りしますということで、はい、ちょっとさきちゃんもいずみちゃんもこれを見てください。かわいい。最初から気になってた。そうなんですよ。これベロ Q の公式 YouTube を見てもらったらわかるんですけど、はい、実はあのアーミーたちの目の前にはこの弾丸論破っていうアニメのジェルストラップがあります。イエーイ、かわいい。でこのジェルストラップがですね、あのモノクマっていうキャラクターのジェルストラップになってて、中にはそのジェルストラップの中にはドット絵でデフォルメされたキャラクターのチップが入っています。すごい。そうなんですよ。それ動くんですよね。そう、傾けたりすると動いちゃうっていう、この裏までね、すごいですね。されてるってことで。かわいい。かわいい。触り心地も。うぶぶぶぶぶぶ。お前らみんな買わないとお仕置きしちゃうよ。はい。ごめんなさい。はい。恥ずかしい。ぜひ皆さん買ってください。お仕置き買っちゃいます。今のモノコマの真似で招集したんですよ。モノコマの真似をしたんです。なるほど、モノマネですね。そうです、そうです、そうです。ちょっと。わかんなかった。必ず読むようにって。本当に。わかんなかった。ちょっと、このモノクマの、ジェルストラップのちょっと PR をさせて。この、モノクマのジェルストラップは、10月頃発売されます。はい、発売されて、イラストレーターの桜井さんですね、によって書き下ろされたモノクマのイラストが書かれていて、結構本当、なんかアニメを知らない人でも持っててすごく可愛らしいし、いい、アーミンも実は、アニメはまだチェック中で、全話見たってわけではないんですけど、欲しい。可愛いですよね。そうなんです。普通にデザイン性もすごい可愛くて、うん、このモノクマちゃんが、なんか、右半分が普通の白いクマになってて、うん、左半分が結構邪悪な黒い感じで、にゃーって笑ってるっていう。さっきちょっと泉ちゃんと言ってたんですけど、うん、メンバーの福山かなちゃんみたいだねって。そうなんですよ。半分悪魔で半分天使。悪魔？なるほど、なるほど。かなちゃん似合いますよね、もう。似合いますよ、これ。そうだね。かなちゃんにおすすめしよう。そんな、人にもおすすめな。そうです、そうです。この熊のストラップ、ぜひぜひ皆さんチェックしてみてください。はい。これは、全8種類で、ワンボックスで全種類揃います。また、11月には第2弾が発売予定です。第1弾と第2弾合わせてご購入いただくと、超高校級のメンバーが揃いますよ。お買い求めは、ことぶきや直営店、秋葉原、日本橋、そして、福岡天神通販ことぶきやダイレクトで、そして、福岡天神店は、サラリアステージ5階、タワレコードさんの上にありますので、ぜひぜひ、チェックをよろしくお願いします。はい。かわいい。リンクでチクタクを聴いていただいています。この曲を聴ながらお別れです。お、はい、チクタクだ！チクタク！さっき話したやつ！やったー！花火が結構、このエンディングの曲多かったけど、ね、ちょっと今日はアーミンと泉ちゃんがチクタクをしたから。やったー！やったー！さすが！いやでも、もうエンディングってことで。早いよー。で、泉ちゃん、今日初登場だよ。はい、めっちゃ楽しかったですよ。なんか、言い残したこととかは、大丈夫です。大丈夫なかったみたいな話したんで。ね、今日も結構話したし、メッセージでも、体育祭したいね。したーい。ね、なんかしません、公演とかで。いや、本当にしたい。うん、楽しそう。普通に、ベスト電気で、まあ、やるのでもいいし、だってさ、50メートルとかも、ステージじゃなくて、客席のさ、あれ、あ、なるほど、椅子とか並べてるとこ全部使って、
やったり、ね、やりたい。みたいなのしたいですよね。トラックやりたいやりたい。あと、公開身体測定みたいな。うわぁ怖い。何走り、走り幅跳びじゃない。お、何反復横跳び。あ、あ、それめっちゃ自信ありますよ。本当？自信あります。でも、アーミーさんは応援でしょ。うん。やりましょうよ、ちょっとは。企画して、企画で応援そうそうそう。して、で、競技は？じゃあ、その、信頼測定やってる間に、そういう、なんか、寿屋さんじゃブース作って、そこでグッズを。もうスタッフじゃないですか。メンバーじゃないですよ、それは。で、この今日ある、このモノクマのジェルストラップもこう並べて、ベロ級で紹介。した。なんか何日に紹介した、このグッズみたいな感じで展示会をやりたい。もう、それ、体制されてますよ、もう完全に。個人的にやっていただいていいですか、それは。やりたいな、みたいなのはあるけどね。あと、ちょっと、さきちゃんからもね、料理を教わりたいなと思って。いや、本当に、そんなにやらないんですか？本当に申し訳ないなと思って。今日の、ベルケの始まりで、さきちゃんにすごい迷惑じゃないけど、いや迷惑だけじゃないですよ。困っちゃったんじゃないかなと思って。いやすごいですね。下処理を知らないとは。いや私本当に小さい頃の、うん、好物がエビだったから、そのエビに全部騙されてたんだなって。もうそういうわけでもないですよ。いやだってそういうわけでもないです。下味がついてるって書いてほしいくない？違いますよ。エビを、うん、美味しくするための、うん、ですよ。だから醤油漬け食べると一緒みたいな感じだから。だからエビ美味しくしてるじゃん、その下地で。もう助けてみんな。助けて。だってさ、エビそのものの味じゃないの、騙されてるってだから。お刺身とかはそのままですよ。醤油をつけて食べるのと一緒ですよ。そうそうそう、刺身はさ醤油つけて食べるから、うん、多分あれ醤油好きな人が美味しいみたいな。違います違います。違います。それだったら何でも食べれるみたいになるじゃないですか。違います。いやでもアーミーは、はい、そう今まで生きてきてエビの味はあれ自然なものだと思ってた。でもいろいろあるじゃないですか。エビチリでも辛かったりとか甘かったりとか。あれもさエビにつけてるわけでしょ。そうですね、元々もエビの素材じゃない。でもじゃあそれはもう食感を味わうしかないんですよ。そうやね、もう食感。そっか、じゃあ食感が好きになればいいんだね。はい。それがすごい、曲中でもね、そこがすごい衝撃でね、今日。私もある意味衝撃でした。え、ごめん。いや、でもね、料理って、下地が大事なんだよね。下地大事ですよ。私、もうちょっと、さきちゃんに徐々に習っていこうと思って。やりましょう。あ、いつか。本当にいつもさ、言うだけになっちゃってるから、確かに。ベロ級でいつも、毎回毎回とか言ってるだけで、だから、ガチで、ちょっと、教わって、ベロ級で少しずつ発揮。でも私、知ってるみたいな。もうベロ級3、4、5回出させていただいてるんですけど、うん、その度にやりますって言って1回も使えたことない。もう今回からやります。なんで、皆さん。聞きました、皆さん。皆さんぜひ、アミちゃんの物販に行って、ぜひ、確かめてください。聞いてください、じゃあ。よろしくお願いします。来週は、後藤理香子さんと水野まりなちゃんが登場します。ベロ級、今日のお相手は、リンクのアミンと、リンクの福原泉です。先でした。それでは、おやすみなさーい。でなんかアーミーさん女子力っていうかなんかロボット力高いですよね。ロボット力人間力が低いですよね。あなんか二次元ね、二次元力が高い。女子力はでも高いって言われるよ。いやでもなんか美意識はめっちゃ高いと思う。女子力も高い。ちゃんとなんかちょっとガチで落ち込んでるじゃないですか。いや違う、エビがショックで。そんなに？でもエビフライとかだっていろいろ味があるじゃないですか。いやエビフライとかはいいけどさ。エビチリとかですか？うん。マジですか？下味つけんかったらめっちゃまずいですよ。あ、そうなんだ。じゃあ元はめっちゃまずいってことなんですか？え、それをいかに美味しくっていうやつですよ。そういうことよね。だって生卵だけ食べたらまずいやん。あそれ焼いたりとか、ね、煮たりとかして美味しいじゃないですか。お菓子作りとかしないんですか？あ、するするめっちゃする、お菓子とかもだけん。お菓子は分量が大事。私お菓子さきちゃんに今年バレンタイン手作りで渡すねじゃ。あ、おちょっと聞きました皆さん今。これなんかおまけかなんかで使ってください。やだ。
作りますけど。私、クッキー作ったら、めっちゃカッチカチになって。なんで？あ、でもそういう子は守るよね。味は美味しいけど、奥歯じゃないと仮面って言いました。おった。なんでね。何をどうしたの？しかもなんか、そのクッキーと薄力粉みたいな粉が多かったとか。あ、そうなんですかね。焼きすぎたとか。なんかしかもオーブンとレンジ間違えて。レンジって温めるだけやんか。学校でそれ焼いたん、なんか温めたんじゃなくて焼いただけ、焼いたんじゃなくて温めただけやないって言われましたから、ね。